こんばんは、かずやですえ。昨日配信された、オルガン坂生徒会という番組に出演しました。まあ、僕、YouTuber なので、それに関連する話、まあ、お金の話とか、そういうものに突っ込んで、えー、話していますので、ぜひ見ていただければと思います。リンクは動画説明欄に貼っておきます。この番組を初めて出していただいたんですけれども、まあ、出演者の方がすごい若いですね。まあ、僕も30を超え、今32歳に。 なったんですけども、出てるのがもう、なんか中学生とかね、もう高校生とかね、もう二十歳未満ですよね。そう考えるとね、なんかこう自分のおっさん感っていうのが急にこう感じ取られて、なんとも言えない気分になります。10代っていうのはやっぱ輝いてますよね。なんかこう、キラキラ感があるというか、もう自分のその当時のことを振り返ってみると、いや多分自分は全くあんな感じではなかったな。かなり冷めた。 多分10代だったと思うし。このオルガン坂生徒会っていうのも d h c の番組なので、虎ノ門ニュースとかと、ま、系列ですよね。もともとテレビを制作していた会社なんかが、その、まあ、d h c の番組手掛けていますので、作りもテレビ的なんですよ。やっぱ YouTuber からすると、スタッフの数半端ないなと思うんですよね。いや、スタジオもしっかりしていますし、まあ、こういうね、 場所で撮ったんですけどもカメラも多いしスタッフも多いし半端ないちなみに同じ場所でニュース女子も撮影していますさらにこれですね何を操作してるのかか全く分かんないです <laughs> この機材とか映っても大丈夫ですか全然大丈夫です,夫ですこれが <laughs> これが映像のスイッチャーであっちが音のミキサーで <laughs> この音のミキサーっていうのは喋ってる人だけあげるみたいな感じなんですかそうです それぞれのーーがあ,るのあーそれがパンパないですからなるほどわからんという機械類が並んでいましたで、まあ、さっきも言ったように僕は YouTuber 的なこう視点で見るとですねテレビの,その制作現場っていうのは本当にカチッとしてると思うんですよネットっていうのは割とその打ち合わせとかも雑だったりするんですけど、まあ、今回その出演するにあたって結構打ち合わせしたんですよねテレビ的な作作りり方方ネットの作り方 まあこれ、一長一短だと思うんですよ。まあテレビってそのカチッと作っているからこそ、番組をそのパッケージとしてまとめた時に、やっぱりちゃんとまとまってますよね。一方でネットっていうのは、打ち合わせしないから、その完成した時にグダグダになることもあるんだけども、打ち合わせしていないがゆえに、結構そのホームラン的なね。 笑いが生まれることがありますし、その、見ている、見ていただいている方との協業だと思うんですよ。だから皆さんが書いてくれたコメントによって、こうなんか一気に盛り上がったりとかさ、どっちがいいか、どっちが好きかっていうのは、まあ好き好きだと思います。しかしまあこうやって今、ネットの動画を見ていただいている方っていうのは、ネット的な、その、緩めな、 感じの方が好きなのかなとも思いますね。ただネット見てる人っていうのもみんなそういうわけじゃなくてカチッとした方が好きっていう人もいるでしょうからそういう方からするとテレビ的な手法で作ってる番組の方がまあ良かったりするんじゃないですかね。でですよ、番組のテーマとしてテレビはオアコンなのかっていうものもまあテーマとしてあったんです。で僕の考えとしてはテレビっていうのはまあ今ネットの対等によって多少衰退はしていますけれども消えるんじゃなくて残るなとは思うんですよね。 ま、テレビはその、もともとめちゃくちゃパワーがあって、一強みたいな状態だったじゃないですか。で、まあ、このネットが今強くなることによって、こう、バランスを図りつつ、テレビも、やっぱネットの時代来てるなっていうことで、ここがこう、融合し始めたというか、垣根もどんどんなくなっていくでしょうね。その、テレビタレントっていうのと、まあ、YouTuber っていうのがあって、YouTuber も今徐々にテレビに出始めているし、で、このテレビタレントも YouTube やり始めてるしっていう、そういう中にあって、DHC っていうのは、 まあ、トラノモニュースもそうですし、独自路線行っていますよね。ちゃんとこう予算をかけて、ええー、まあ、番組を制作して、まあ、トラノモニュースなんて特にあれ、毎日やってるわけでしょ。で、オルガンザがもあれ、毎日やってるわけでしょ。毎日ってのはま、その生放送っていうよりも、その番組としてね、まあ、動画としてちゃんと上がっていくと。だから今 YouTube も相当競争が激しくなっていますけれども、なんか面白い時代にはなってきてるのかなと思いますね。まあ、その視聴者の視点で言うと、逆にもう YouTube に、 なんか番組ありすぎて、もう何見てのいいのかわかんないみたいな状態になってるじゃないですか。あとは YouTube だけじゃなくて、Netflix とか、そういう配信の、えーまあ、サブスク系配信のサイトっていうのもありますから、もうなんか、すごいね。で、あの、DH c テレビさんに本当にお世話になっていまして、まあ、おとですね、あの、その、虎ノ門ニュースの制作陣の方々、まあ、8名ほどとですね、あの、まあ、キャンプ行くってことになったんですよ。 あの、で、なんか誘っていただいて、で、僕も行ってきたと。キャンプというかこういうバーベキューも久しぶりでしたけども、大自然の中で、えー、まあ、肉を喰らいですね、酒を飲み、もう酒ももうどんだけ飲んだんだっていうぐらいもう瓶が空いていました。いや、楽しかったですね。もうずっとこう喋ってたんですけど、もうなかなか話も尽きずですね、えー、もう夜も更け、ちょっと寝て朝食もまたバーベキューでね、まあ、肉食ったりとか、えー、なんか味噌汁作ったりとかね。 あ、なんか写真あるのにちょっと載ってるかもしれないですけど、こう、燃えてる山田社長。いいなと思いましたね。なんかあの、喫水のインドア派なんですけど、ちょっとなんか道具買っちゃおうかなみたいなね。いや、なんかそういうの買い出すとちょっと危ないんで、どうしよう。まあそんなわけでね、まあ結局何を言いたいのかっていうと、まあオルガンザが生徒会ね、まあ僕が出たやつをね、まず見ていただきたいなという動画でした。そんなところで今日は以上です。また次回お会いしましょう。